女子のゆりです。今日私は、奈良県の御所市伊宇加に来てます。ちょっと難しい漢字の市だったので、最初何て読むか分からなくて調べたんですけど、御所市伊宇加の、鴨君の湯に今日は来ています。ちょっといろいろ調べてみると、鴨君の湯いろいろとね、歴史のある温泉で、結構ね大きなシーズンになってるので、ちょっといろいろ楽しんでいこうかと思います。はい、でもですね、温泉の方に着いたんですけど、めっちゃ広いんですよ。ほら、すごくないですか。しかもね、露天なんですよ。すごい開放的やし、めっちゃ広くて、家族で来てもすごい楽しめそうですね。もう一個ですね、すごいものがあって、どれもサウナがあります。見て、熱っ。来ちゃうし、3人ぐらいで入れるかな。結構しっかり熱いですね。おお、これは整えそうですね。めっちゃ楽しみです。じゃあ今から入っていこうと思います。雅楽を加えた撮影ですね。記念すべき2回目ということで、早速ねお湯の温度を測ってみたんですが、なんとですねエラーの表示が出てうまく測れなかったんですよね。でおそらくなんですけど、40度以上の温泉になってくると雅楽は機能いたしませんすごい繊細なね機械でした。びっくりしょうがないですね、測れないものはもうしょうがないので、雅楽はただ浮かべて楽しむアヒルさんとしてこれからも頑張ってもらおうと思います。で今回の動画からですね、コメント返しというのをちょっとトライしてみようかなと思ったので、前回の動画ですねに来ていたコメントをですねいくつか、返していこうと思います。シュライムヘイタくんさん、リリーさんのナレーションも良かったですよ。動画の音とナレーションを組み合わせてもらえると嬉しいかもです。ありがとうございます。いつもね見ていただいてるみたいで、ナレーションね、私もやるまではそんな簡単だろうって思ってやってみたんですけど、実際やってみるとね、こうタイミングとか合わせて喋るのってすごく難しくって、こうやってみないとねわからないことたくさんあるなと思って、こういろいろ試行錯誤しながら撮り直して、見たりもしてます。ありがとうございます。はい、ではしそわかめさんのコメントですね。可愛くて癒されました、ありがとうございます。また楽しみにしてます。嬉しいですね。これからはね個室の温泉だけじゃなくて の湯っていうのかなっていうのもトライしてみたいので、いろんな動画見てくれると嬉しいです。今入ってるんですけど、結構ねお湯が熱くて顔がもうホテホテですねでも水で体流したらすごい気持ちいいと思います。セミの音とかね聞こえるから、すごい自然に囲まれてる感じがあってめちゃくちゃいいですね。露天になってるのでこうやって空が見えるんですね。今日天気がめちゃくちゃ良くて運が良かったなと思って、で日がね入ってきてこんな感じで地面がキラキラね光っててすごい綺麗でした露天じゃないとね味わえないので、すごい来て良かったなって思います。はい、今からじゃあサウナに入っていこうと思います。何度？めっちゃ暑い。
でも木のいい香りする。温度計、これはなんて書いてある。サーモメーター、91.2度、93度、94度ぐらいかな多分めっちゃ暑いやん外の気温が今日は31.2度とかだから3倍暑い。でもこの後水浴びたらめっちゃ気持ちいいやろうな。定食です。めっちゃ美味しそうで、ご飯がすごい量食べきれるかな今から食べます。ごま油と醤油と生姜とニンニクと画像とお花ペナだ。お味噌汁やったね。はい、で早速ね肝心のご飯を食べてみるんですが、なぜかですねなんかしゃもじをわざわざカメラにアップで見せてて何の意味があるんやろうと思ってなんか動画見返して笑っちゃいましたよね。とりあえずなんか持ってるものとりあえずカメラに収めなきゃみたいな変な癖がついちゃっててなんか職業病みたいだなと思いました。でカツオねいろんな薬味がついてて、 この後ねいろんな組み合わせもたくさん試してみるんですけど、一番美味しかったのはこのごま油と塩とニンニクをね乗っけたカツオが一番美味しかったです。この後ね何人かにねカツオはこうやって食べるのが一番美味しいんだよって教えまくりますね。この食べ方は本当に記憶に残るお味でした。ご飯もねたくさん入れてくれてるし、店員さんもすごい優しかったのでね、なんかいい思い出だなと思って、またここにご飯食べに行きたいなと思いました。おいしいおいしいぞーってやってますね本当においしかったんですよねこれ。なんか濡れてるなんだなんでだ、これはい、鴨君の湯めちゃくちゃ楽しかった。はい。いや本当になんかあれです。なんかね温泉めちゃ広いし、ご飯も美味しかった。カツオのたたきめっちゃ美味しい。いやニンニク塩とね一緒に食べるカツオは美味しい。あとカラオケも楽しかったし、至れり尽くせり、みんなねなんか店員さんも優しかったし、また行きたいと思います。じゃあ、皆さん今回も見てくれてありがとうございます。YouTube に公開していないのはファンクラブで投稿していくので、よかったらそっちも見てください。では、本日は見てくれてありがとうございました。
よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。